カンプノーの奇跡あるいはレモンターだは、2017年3月8日に、スペイン・バルセロナのカンプノーで行われた、UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、ラウンド 16FC ・バルセロナ対パリ・サンジェルマン、FC の第2戦の通称。バルザが、第1戦での0から4の状況から6から1で、勝利し、2戦合計スコア6から5で、逆転で準々決勝に進出するという、 UEFA チャンピオンズリーグにおける史上最大の逆転劇となった。バルサと PSG が UEFA チャンピオンズリーグの決勝トーナメントで対戦したのは2012-13シーズン準々決勝と2014-15シーズン準々決勝に続き3回目。2012から13シーズンは2000合計3から3ながらアウェーゴールルールで 2014から15年シーズンは2 0合計5から1で、いずれもバルサが勝利している。両、クラブとも、グループステージは順調に勝ち抜いた。PSG は、アーセナル、バーゼル、ルドゴレツラズグラトと共に、グループ A に入り、3勝3分けのグループ2位で、決勝トーナメント進出。バルサは、マンチェスターシティ、ボルシアメンヒエングラートバッハ、セルティックと共に、 グループ C に入り、5勝1敗のグループ首位で、決勝トーナメントに進出した。パリ・サンジェルマン V バルセロナ第一戦は2月14日に、PSG のホームであるパリのパルクでプランスで行われた。PSG は、直近のリーグ案で、ボルドーとのアウェーゲームを3-0で勝利し、バルサも、直近のリーガで、アラベスとのアウェーゲームを6から0で勝利し、 共に好調を維持した状態で対戦に臨んだ。前半18分、バルサのサミュエル・ユムティティが犯したファウルで得たフリーキックをアンヘル・ディ・マリアが直接決めて PSG が先制する。40分にはマルコ・ベイッラッティのアシストからユリアン・ドラクスラーが決めて2から0として前半を折り返す。55分にはディ・マリアがボックスの外からシュートを決め、 3から0とリードを広げ、72分には、エディンソン・カバーニが、ダメ押しとなるゴールを決め、PSG が4から0で勝利を収めた。バルサは、試合全体を通して、枠内シュートわずか1本に抑え込まれた。第2戦は3月8日に、バルサのホームであるバルセロナのカンプノーに舞台を移して、行われた。直近のリーグ戦はバルサがセルタ相手に5から0で、 PSG がナンシー相手に1から0で共に勝利して再戦に臨んだ。第一戦でバルサが大敗したにもかかわらず、この試合には96,290人の監修を集めた。試合は序盤から動く。3分、バルサのルイス・スアレスが PSG のトーマス・ムーニエがクリアし、損ねたボールをヘディングで押し込み、この試合最初のゴールを決める。四十分には、 バルサのアンドレス・イニエスタがヒールで折り返したボールが PSG のレイバン・クルザワに当たりオーンゴールでバルサが2点目を挙げて前半を折り返す。後半に入ってもバルサの猛攻は続き50分にはネイマールがトーマス・ムーニエにファウルされて得たペナルティーキックをリオネル・メッシが決めて3点目を挙げる。しかし62分にはエディンソン・カバーニがボレーシュートを決めて PSG が1点を返したため、アウェイゴールルールにより、バルサが勝ち越すにはさらに3得点が必要になり、試合はそのまま得点が動かないまま終盤に進んで、バルサは窮地に追い込まれたかに思われた。しかし88分、ネイマールが直接フリーキックを決め4点目を挙げると、スアレスが倒されて得た。 ペナルティーキックを後半アディショナルタイムに入った90プラス1分にネイマールが決めて5一とし、2戦、合計5から5に追いつく。そして試合終了間際の90プラス5分、ネイマールはペナルティエリアにクロスを送り、セルジロベルトが6点目を決め、この試合を6一で勝利。2戦合計スコアを6五として、準々決勝に進んだ。この結果はメディアによって驚くべき。 信じられない奇跡と表現された。バルセロナ V パリ・サンジェルマンこの試合について大逆転を演じたバルサへの賞賛の一方で2試合合合計スコアで最終盤まで優位に立っていた PSG のゲームコントロールに対しての批判もあった。加えてこの試合のレフェリーだったデニス相手金のジャッジ、特にバルサの2回目の PK の判定に対して相手金の ミスジャッジとそれに伴う懲罰を示唆する言及もなされた。フランスの新聞、レキップは専門家が分析した結果として、この試合で仮にビデオアシスタントレイフェリーが導入されていれば PSG が試合に勝っていたはずだと言及した。準々決勝ではバルサはアウェーでユベントスと対戦し、第一戦を3から0で落とす。再度の逆転劇が期待されたが、 ラウンド16のパフォーマンスを繰り返すことができず、ホームの第2戦もスコアレスドローとなり、ここで敗退した。この試合でバルサの選手として出場し、得点を挙げた FW ネー,マールは2017年8月に PSG に移籍。この時の移籍金は過去最高額と言及され、両クラブが関与する別の問題の中心にいた。 翌2017から18シーズンのチャンピオンズリーグで予想外の敗退を経験したのはバルサだった。準々決勝でイタリアのエースローマと対戦したバルサはホームでの第1戦を4から0で勝利したもののアウェーの第2戦を0から3で落とし2戦合計4から4ながらアウェーゴールルールで敗退した。一方 PSG はラウンド16で バルサのライバルでこのシーズンのチャンピオンに輝いた、レアルマドリードに敗れ、2年連続でラウンド16敗退となった。2018-19シーズンのラウンド16では、PSG はアウェーでマンチェスターユナイテッドに2から0で、勝利したものの、ホームのパルクでプランスで1から3で敗れ、3年連続のラウンド16敗退。一方バルサは準々決勝でその、 マンチェスターユナイテッドを下すも、準決勝では、リバプール相手に、ホームで3-0で勝利するも、第2戦アウェイで0から4の敗戦を喫し、準決勝敗退となった2020-21シーズンでは、ラウンド16で、バルサと PSG が再戦。メディアの注目点は、ネイマールがカンプーノーのピッチに立つかどうかだったが、負傷で第1戦を欠場。試合は、 キリアン・エムバペのハットトリックで第1戦を PSG が4から1で勝利。第2戦ではまだネイマールの戻らない PSG 側がなんとか1から1の引き分けに持ち込み、2戦合計5から2でバルサを下し、準々決勝に進出した。ありがとうございます。